日本代表が2戦連続のゴールラッシュを決め込んだ。現地9月12日、ベルギーの変区で日本代表はトルコ代表とフレンドリーマッチを戦い、4-2の快勝を収めた。15分に伊藤氏の代表初ゴールで均衡を破ると、そこから中村が立て続けに得点を練習。ここから2点を返されるも、後半の終盤は人海戦術でしっかりゲームを引き締め、 途中出場の伊藤が78分に PK で加点して数制を定めた。フォト、日本代表のトルコ選出場17選手監督の祭典、寸評を。2人が7点台の高評価。モムは2ゴールの13番土曜日のドイツ戦に続く4ゴールでの圧勝劇。この一戦を興味深くレポートしたのが、韓国メディアの「ニュースワン」だ。ドイツを破っただけでなく トルコをも4対2でどけた日本。直近4戦で18ゴール、何たる爆発力だ。と称たたえ、次のようにレポートしている。日本代表の勢いが止まらない。彼らはドイツ、トルコを連覇して今回の欧州遠征を2連勝で終えた。エルサルバドル戦で6点、6から0、ペルー戦で4点、4から1、ドイツ戦で4点、4の1、 そしてトルコ戦でも4.4から2。6月からの4試合で18ゴールを挙げているのだ。この日のトルコ戦でも決定力の高さが際立っていた。加えて同メディアは、森安監督の継続した強化が確実に身を結んでいる、と評価した。なお日本戦から数時間後、韓国代表はニューカッスルでサウジアラビアと対戦。こちらは1対0で過労死で勝利し、 クリンスマン監督が今年3月就任して以降初となる白星を挙げた。通算成績は1勝3分け2敗。にわかに解任論もいぶっていたが、これで沈静化を図れるかに注目だ。